ディフェンスも良さそう。だって顔さえ殴られなきゃ絶対倒されないと思ってるの俺。俺は顔さえ殴られなければ絶対最強だと思ってるんで。タバコを吸いすぎ体に悪い。そんなこと気にしてられないよ。タバコ好きだもん。何してる今、洗濯してる。残り何分だろうな。あと15分ぐらいか。あ、煙が、だから煙か。煙があるからタバコ吸いたくなんだよな。煙があるから。昨日コインランドリー行かなかった。だから今日来た。この時間帯。いいね。今日は飲まないな。その辺は優雅さん手慣れてそう。まあ喧嘩なら負けないじゃない。負けないっていうか分かんないけど、まあ若い子には負けるよ。ただ喧嘩は先手しようと思ってるんで僕は。身近な場所だけに親近感湧く。あんた嫌いじゃないよ。ありがとうございます太郎。超強くないよ。俺一方的にやるだけ。寒くなったね。でもこれ暑い。ほら、ちょっと暑いね。さすがに。綺麗な布団で寝れる。まあ、喧嘩強くない俺は。弱い弱い。あ、ちょっと待って。皆さん、今日は特別に外からの僕の愛情を。今日珍しいでしょ。いや外だよ。外で僕の愛情を渡されるって最高でしょ。プンピピありがとう。キショイありがとうございます。うれしいよ。封印に来た M 濡れたでしょ。ああ、喧嘩より下が強いですか。下はもうビンビンだよ、まあ、高速キスだ。最近のちっちゃ攻撃なんないや。いや、みんなにあの愛情でしょ。みんなへの愛情。最近多くない？悪魔のキスって言わないよ。本当に。いいことあった？いや、ないけど、いいこと。いいことないけどさ。ちょっとタバコ買いに行っていい？タバコないから。金ねえな俺。誰か金恵んでくれよ。タバコ買いに行くよ。まだ12分ぐらいあるから。タバコがねえ。まさかのタバコがねえっていう。今俺なんかさ、自由を手に入れてさ、幸せになったんだよ俺は。どこにタバコ売ってんだろう。あ、ファミマがあるな。ファミマが、うんうん、楽々中華てめえふざけやがってよ本当によ。なあ、てめえ、わざわざ名前変えてきてよ。楽々中華とかいう名前つけてんじゃねえよ本当によ。なあ、そのうちね、ジョリーパスタ出て。あ、ありがとうございます。どっちがいいですか。あ、こっちの方がいいです。すいません、ありがとうございます。ほら、行くって言ったじゃん。あ、ほんとですか。ありがとうございます。わざわざ。ありがとうございます。また今後ともよろしくお願いします。モグリなんですけど、よく見てるんで。ありがとうございます。すいません。コーヒーもらったよ。コーヒーもらったよ。お前、有名だろ、俺、お前。嬉しいんだけど、すげえ嬉しいんだけど、マジで。お前、八王子一家作んぞ、お前、この野郎。超嬉しい。お前これ嬉しいだろう。どうだ、俺がどんだけ有名か分かったか、お前ら。本当に。いやー嬉しいなー。いやーこれは嬉しいよ。こういう風にさ、何気ない外配信でこのリアトツは嬉しいでしょ。あ、八王子一家まずいな。いろいろ問題起こっちゃうな。あ、すいません、八王子一家訂正で。
申し訳ございません。八王子っ子はいろいろと問題が出てきてしまうので、すいません。八王子っ子は訂正でお願いします。すいません お許しください。本当にあるんでね、八王子っ子あるんで、ちょっと危険なので、申し訳ない。訂正させていただきます。はい。ちょっと待って、コンビニで。すいません、ちょっとコンビニで、タバコを買ってきます。よいしょ。危ない危ない。すいませんね。よいしょ。誰だよサイコパスって書いたの。おい、誰だよサイコパスって書いたの。ちょ、ブロック入れっか。ああ、何がサイコパスだっけね。ブロック入れんぞ全員。お前指定には早いよな。どういうことだよ。意味わからん。後ろ、どこ最後です。どこ最後です。ナイトメア、メイちゃん、何が最後です。じゃ意味わかんない。意味わかんない。後ろにサイコパスって書いてある。どこに書いてある。どこに書いてあるサイコパスなんだ。サンタを捕まえよう。どこに書いてあるサイコパス。あ、これか。これか、サイコパスインコンサート。あ、これか、よく見たな、お前な。ああ、よくそんなのが見たな。どうよかったら。やりそうな。よし、行くか。よくそんなとこ見てんね、くだらない。もう少し話聞かせてもらえていいですよ、別に。別に大したことないですよ。さっきの、コインランドリーのところ行くんで。コインランドリーで。あ、本当ですか。あ、いや、全然いいです、いいですよ。あ、いや、ちゃんとインカメンするんで、大丈夫です、大丈夫です。全然、決まってます。いいですよ、後ろ乗ります。あ、本当ですか。ありがとうございます。やった、乗せてもらえるよ。大丈夫ですか。あ、すいません、ありがとうございます。さすが、ありがとうございます。いや、もう地元なんで。あ、本当ですか。ずっと見てましたよ。本当ですか。ありがとうございます。いやー、いいなー。生配信者、俺初っすよ。あ、本当ですか。あるんです。え、八王子近郊に住んですか、じゃあ。でも完全地元八王子ですね。あー、そうなんだ。はい、いいなー。いやー、こそれっす。え、全然、大丈夫ですよ。いや、なんか、いろいろ、そうですか。ランドリー行ってるって来たら、もう仕事帰りに速攻来ました。あ、ありがとうございます。普通のおっさんですよ、俺。いや。放送やってる時はちょっと放送スタイルなので。あ、これ、よかった。あ、すいません、ありがとうございます。あ、タバコで吸っていただきます。あ、大丈夫です、大丈夫です。すみません、ありがとうございます。いいだろう。あ、やったなぁ、本当に。八王子ね、結構女性も男性も多いんですよ。あ、そうですか。うん、結構女性も3、4人ぐらいから。ずっと僕もう10年ぐらい潜りでいろんな配信者見てきてるんで。はい。誰見てるんですか？僕見てたのは、まあ、パイセン見るのは当たり前なんですけど、はい、あとは最近、ゼロワンぐらいですね。ああ、ゼロワンね。叩くのが、叩かれてるのが面白いです。ああ。やっぱ人気なんだね、ゼロワン。いや。そんなことないですか？視聴、リスナーじゃないんですよ。ただの一般人から見ると。今おいくつなんですか？僕36です。6、ほう。とか、ゼロワンよりちょっと年上ぐらいか。そうです。見ててやっぱり。で、近所だったらいつか会いたいなって、僕は八王子で夜もやってたんで、はいはい、いつか会えるだろうなと思って、今日はもう来ちゃいました。ありがとうございます。本当に嬉しいです。本当にもう本当になんか配信してるのに申し訳ない。いや全然困らないですよ、ね。いずれぶっ飛ばすよ。誰をね、
失礼だな。いやもういろ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 パイセンの武勇伝はあるんで、ね、え、いやでもまあ普通ですよ本当に。放送中はちょっとスイッチ入っちゃいますけど、はいはいはい、リスナーに向けてだから、はいはい、うん、画面よりどう違うか聞いてみて。画面とどうですか自分。いや全然変わらないですか。むしろ、うん、あ、言っていいんすかね、はい、あのいいですよ。めっちゃ優しくないですか喋り方。え、そうですか。いやいや、攻撃的な人には多分攻撃的なんでしょうね、自分。はい。まあそこが僕たちは面白くていいですけどね。やっぱね、配信者みんなそうだけど、違います、やっぱり、はいはいはい。放送中のオンの時とオフの時は違うから。いや、生で大切に会えてよかったですね。ありがとうございます。本当に嬉しいですよ。でもすごい若い。やっぱり36、自分42ですけど、はいはいはい、やっぱ違うんだなと思う。そうですか。いやもうでも、いやフレッシュですよ。僕いつも見てる、なんか画面越しのなんか芸能人に会ったっぽい感じの今余韻に浸る。あ、そうですか。嬉しい、ね。自分に。どうだお前ら。な、実物はやっぱり違うでしょ。やっぱり対72歳老人関係ない。すごいっすよね。もう家配信の雑飲みから何から見てますけど、うん、もう携帯ってすごいっすね。ネットってすごいっすね。確かにすごいすごい、はい、もう今ネット配信見てる人多いからね。そうっすね。特に、うん、でも捨て心も見ましたよ。あ、見ました。アントップがかっこよかったです。ありがとうございます。はい、ね、いや嬉しいよ。こうやってさ ガチ放送見てくれる人ね、視聴者は、うん、いつか会えたらなと。でも最近はもうツイッキャスの方なんか見てるんですけど、うん、ツイッキャスか。ツイッキャスはもう根っからの。でもね、ツイッキャスやっぱり見る人多いよね、あそこは。多いっすね。うん、俺もツイッキャスやりたいけどおすすめ規制だから。いや知ってます、知ってます。はい、なんでツイッキャスができないような状態だけど、今ネタで面白くなってるなって見てるのは、うん、まあ潜ってたりもするんですけど、うん、まあ、TJ さんが。ああ TJ ね。はい、TJ 今女関係やってるんですか、それともなんか人の暴露とかやってるんですか。いやなんかこの間 TJ さんオーナーでお店やってるじゃないですか。うん、やってます。あそこに昨日なんか出禁にされてるなんか変なやつが、うん、あのゲストの名前語って入っちゃって、で壁壊したらしいんですよ。マジ。はい、でそれで法的処置を初めて配信。ああ、それがなんかニコ生配信者かなんか。そうああなんか聞いたで、うん、もうそいつを徹底的にこの業界の中で初めてやるって言って、もう周り あのファミリーの人たちがもうこぞってネタにしてるんで、それはあの今なんかツイキャス炎上芸始まった。なるほどね、ツイキャス初だね、そういうのね。はあ、なかなかね、配信者って都内ばっかりとか、もしくは関西寄りとか。そう関西派と関東派分かれてるんで、はい、完全に。私関東は関東でちょっとみんな、こっちみんな来てるじゃないですか、地方から。そうなんですよね。うん、らららら、これスタビライザーがおかしくなっちゃうんだな、なんか上向けちゃうと。タバコ吸って大丈夫って。はい、それも問題ないですよ。そう。僕がいきなり押しかってるんで、すいません。そうか、仕事してるからね、みんなやっぱり。そうなんですよね。だからあとは、フワで見るのは最近、まあフワはどちらかというと炎上系が多いじゃないですか。そう変な人多いからね。俺もここでやりたくないんだもんなって。だからのさる見てるとやっぱ、うん、まあ金梅ファミリーがいて、うん、まあ そこに最近パルパルも入りつつみたいなのを、うん、情勢は見てるんですけど。そうだね、あそこら辺の情勢を見て他チラチラっと見るのが多いよね、フワッチは ね。俺はちょっとその情勢に入りたくないから。まあ、タヌキが多いんで、結局おいおい機能があるから、やっぱそれでみんな日頃のストレス発散してるなみたいな、うん、コメント多くなるしね。やっぱりね、タヌキやると囲いがやっぱり嫌がるところはあるよね。あ、俺もだからあんまりタヌキやらないようにしてるけど。ちょっとコインランドリーっていいですかね。はい、はい、じゃあ俺そこまで。あ、本当ですか。